一人での作業はやっぱり寂しいわね。でもだからって手を止めるわけにはいかない。助けを求めている者とはそなたか。え、な、何？先ほどルカ、トワイライトキャラバンの者たちと会ってな、助けを必要としている者がいるからここに迎えと言われたのだ。あいつへのプレゼントを作っているのだろう。ギニアってスケダチータスです。諸軍への献上品、たまにチェックしましょう。僕の役目は分かっているよ。さあ、美しい僕を存分に描くといい。何でも描いていいんですよね。何でもクーカに任せてください。私は多分お役には立てないと思うんですけど、でも先輩が喜んでくれるのなら頑張ります。ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。では早速、ニンポー成熟可能な受注で手を増やします。誰か私の後ろに来て手を出してください。あの、それじゃ実質人員が一人減るんだけど。微動だにしない。完全にモデルになってる。これ書かなくちゃダメなのかしら。こんな感じで。ここはもっと太ましく、もっと突き上げて、ジュルリー。何を書いているの？え、本当に何を書いているの？いや、ダメ。赤ちゃんになってる場合じゃ。あゆみさん、あゆみさんはどう？あの、ここでベタ塗り済ませておきました。それとあの先輩の髪の生え際をもう少し下げて、肩周りはもう少し細身で、マントの裏生地の質感はチェックが細かい。そもそもいるのかいないのかよくわからない。うむ、そんな気はしていたが、やはりこういった作業には向かないな、私たちは。じゃあどうしてきたの？